鹿せんべい。鹿せんべいは、奈良市の奈良公園周辺に生息している、野生の奈良の鹿へ、観光客が与えるために、奈良公園内の売店にて販売されている、せんべい状の餌である。鹿せんべいの歴史は古く、江戸時代前期の1670年代にはすでに販売されていたという。1791年に出版された大和名所図への春日の茶屋では、茶屋の客が鹿に平面状の餌、せんべいらしきものを与えている光景が描かれている。現在の鹿せんべいの名称は、一般財団法人、奈良の鹿愛護会以下、愛護会の登録商標となっている。愛護会は商紙を販売するだけで、鹿せんべいの製造、販売は別業者となる。商紙の調布は、愛護会の前身である、親族保護会の時代に、会の収入を確保するため1913年7月から始められたもので、この際奈良県は、商紙のないせんべいの販売を禁止する、県令を出した。公式の鹿せんべいは、鹿のマークが入った商紙でせんべいを束ねているが、一部で非公式の鹿せんべいも販売されており、これらは無地の紙でせんべいが束ねられている。小種は食べられても鹿の体に害のないよう 100% パルプ、大豆インクでできている。小種の売り上げは年間約3,000円で愛護会の活動資金となり、負傷した鹿の保護施設運営や出産の補助活動に充てられている。2014年4月の消費税増税後は値上がりこそしなかったものの、増税前と比べて一回り小さくしたり、薄くしたりした鹿せんべい製造業者もいた。英語表記は店によってまちまちであるが、ディアースナック、直訳すると、鹿のお菓子といった表現がされている。せんべいの材料は、米ぬかと小麦粉のみで、米ぬかは焦げないよう油の浮いていない、新しいものを用いる。材料的には人間が食べても害はないが、あくまでも鹿の餌であるため、味付けもされておらず、保存料等の食品添加物も入っていない。また、消費期限も設けていないため、人間は食べない方が無難である。ちなみに人間が食べた場合の味は、製造所における焼きたてのせんべいは香ばしく、甘みを感じて美味しいが、それ以上の味はなく飲み込みにくいと言われる。また口の中にぬかの粒が残って後味が悪いとも言う。奈良公園の鹿は野生動物であり、鹿せんべいで飼育されているわけではない。主食は芝をはじめとする植物である。愛護会の獣医によれば、鹿が1日に食べる草は約 5kg で栄養価が高いとはいえ1枚3から 4g のせんべいは何十枚食べてもおやつのようなものだという。通常、鹿は販売所で客がお金を払うのを見計らって群がってくる。ここで鹿せんべいを束ねている紙を剥がすのに手間取ると、軽く頭突きをしてきたり、服やカバンを口で引っ張ってたりして催促してくる場合がある。特に食べ物の少ない冬季は、鹿せんべい販売所の周辺には他の季節よりも多くの鹿が群がって鹿せんべいを買う客が来るのを待り、時には10頭を超える鹿に囲まれることもある。なお、奈良公園の鹿は裸で摘んであっても販売中の鹿せんべいを狙わないとも言われるが、必ずしもその限りではない。時節参照。一枚ずつ鹿に与えながらゆっくり後ろに下がっていくと一頭一頭に与えることができる。ちなみに、束ねた紙も鹿に与えることができる。この際、すぐに与えずに高い場所で見せると、鹿は軽く会釈するように頭を上下に振る。この動作を見たら、せんべいを与える。あまりにじらすと、鹿は怒って、角でついてきたり前足で蹴ったり噛みいたりすることがある。鹿せんべいがなくなったら、パツと手を開き、なくなったことを伝える。半分を残してカバンなどにしまっても、鹿は、匂いでまだ残っていることに気づくので無意味である。が、とことん無視しつつ、早足で移動すれば、そのうちに、ほとんどの鹿が諦めて去る。奈良の鹿は鹿せんべいの販売所を襲わないという噂について愛護会らは否定的な見解を示している。愛護会や販売員の証言によれば、実際には観光客が少ない時の鹿は販売所のせんべいを脱取る隙を伺っており、経験の浅い販売員が特に狙われやすいという。逆に観光客が多い日には、午後には鹿せんべいを渡しても口にしないこともある。販売員は手を打ち鳴らしたり、口で言って聞かせることで、販売所のせんべいを直接食べないよう直を教育している。また割れて商品にならないせんべいを与える販売員もあるという。いずれにせよ、野生動物である鹿は販売所を襲いうるものであり、良好に見える共栄関係は販売員の努力によって鹿がせんべいを平和裏に獲得する方法を理解した結果である。若草山では1993年以来、鹿せんべい飛ばし大会が毎年行われている。主催は奈良若草山観光振興会。大会は若草山の山開きの日、春分の日前後に山開き記念大会、または春休み大会とし開催され、その他ゴールデンウィーク大会、夏休み大会が開かれる。参加料は300円。大会では直径約20センチメートルの競技用特製鹿せんべいが使われる。会場は隔離されているわけではなく、巨大せんべいの匂いにつられて、通常より多くの鹿が集まってくる。このため、投げたせんべいを鹿が食べてしまった場合、その鹿の右前足までの距離を記録とする計測済みのせんべいは、鹿が食べるのでそのままにしておくなどのルールがある。飛距離は投げ方のほか当日の風向、風速にも左右される。20メートル線を超えると記念品が贈られ、40メートル前後から上位争いとなり、優勝者には鹿の角のトロフィーが与えられる。参加者は毎回500から700人程度で、これまで5回優勝した人もいる。公式ホームページによれば、2008年8月の夏休み特別企画大会における 74.55 メートルを歴代の最高記録としている2018年3月14日時点。恒例のように若草鹿之助のライブがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。